日本千葉県柏市柏の葉柏の葉は、千葉県柏市の地名。現行行政地名は、柏の葉1丁目から柏の葉6丁目。郵便番号は277-0882。全域が柏通信所跡と地区各整理事業によって、開発された区域である。区域内は、千葉県立柏の葉公園、東京大学、千葉大学など、国や、 県の施設が多く集まる地域となっている。柏市中14に、14に、新豊二、若芝、摩擦寺、流山市、小木台と隣接する。1丁目から3丁目は、三井不動産、千葉県住宅供給公社、住宅、都市整備公団による、計画住宅地、柏の箱園住宅となっており、4丁目に、千葉県立柏の箱園。 私立十四に小学校、五丁目に東京大学柏キャンパス、東京大学柏2キャンパス、東ツテクノプラザ、六丁目に千葉大学柏の葉キャンパス、財務省税関研修所、千葉県立柏の葉高等学校、警察庁科学警察研究所、国立がん研究センター東病院などがある。また、柏の葉公園住宅の中を通る、 触れ合いの小道では毎年8月第3土曜日に、この地域の住民が主催する、柏の葉祭りが開催される。現在、市民、千葉県、柏市、地域の企業、千葉大学等で構成される八重桜、並木整備協議会の手により、隣接する若柏にある柏の葉キャンパス駅から、県立柏の葉公園に至るエリアに、八重桜の並木が植えられている。住宅地の地下は、 2017年1月1日の工事地下によれば、柏の葉1丁目6番14の地点で16万9千円平方メートルとなっている。柏の葉公園通り現在の柏の葉周辺は、江戸時代までは高田大木として馬を放牧していた土地で、明治以降は明治維新による東京休眠救済の一環として開墾され、畑作を中心とした農地となった。 その後、柏周辺の地域振興策として、軍施設の誘致計画が持ち上がった結果、用地防空のための施設を首都近郊に求めていた陸軍との思惑が一致し、1938年2500メートル、滑走路と50万坪以上の面積を持つ陸軍、柏飛行場が建設され、廃線までに5つの飛行船体が基地として使用した。空襲が激化した。 大戦末期には、藤ヶ谷飛行場や松戸飛行場とともに、B-29 の溶撃のための基地として使用されたほか、B-29 溶撃を目的とした試作ロケット機、収水の開発実験にも使用された。敗戦後、1945年10月から同年末まで、米軍占領下にあり、同時に、食料不足解消のため、引き上げ者や旧軍人、 周辺の旧古作農などが入植、農地として受け渡しされ開墾が始まったが、朝鮮戦争の勃発により再び米軍に通信施設用地として接収された。これに対し強い反発が起きたが、最終的に使用条件を設けることで交渉が妥結し、1954年米軍柏無線、送信所が建設された。その後、使用条件は変更されて、 民有地の買収が行われたため、ごく一部を除き多くの開拓のお耳や居住者が、この場所を去ったものの、1973年3月31日には、道路用地として、土地に1275.16平方メートルが一部、変換され、さらに、1977年9月30日には、柏通信所の中心部を除く南北に分断された。 大規模な土地が返還された。残された土地は、米沿岸警備隊局東支部の管轄に移り、船舶などの方向支援施設である、ロランシー局が建設される計画が発表されたが、ロランシー局は、核兵器搭載の潜水艦を支援する施設であり、有事の際は攻撃目標になる危険が高いとして、地元団体や革新勢力を主体とする強い反対運動が起き、 また一方で、周辺地域への電波障害を防止する手段を実施することが技術的、財政的に困難なことから、米軍はロランシー局の建設を中断し、1979年8月14日に全面返還に至った。跡地の利用については、1975年6月に衆議院内閣委員会で防衛施設長長官より、 土地利用計画が具体化すれば、米軍側と接触する、胸の答弁があったことから、返還前より、利用計画策定に向けて、協議、検討が重ねられ、1976年には、県知事を会長とする、米空軍貸し話通信所跡地利用促進協議会が、発足、1979年12月に、柏市作成の跡地利用計画素案をもとに、 策定された跡地全面積の利用による施設配置計画案の説明が大蔵省に対し行われた。しかし大蔵省は米軍基地の跡地利用について1976年6月の国有財産中央審議回答審における三分割優勝処理方式が前提であるとして計画の再検討を指示したため福祉施設 公営墓地用地などをはじめとした地元利用分を計画案から削減。広域都市公園用地も当初案の60ヘクタールから45ヘクタールに縮小し、国の観光庁施設用地を増やして、留保地を設けるという大倉省が内示した案で合意することとなった。また、1982年1月には国から公団住宅を国利用地内に、 導入入するよう申し入れがあった公共、公益性を重視するため、原則として人口定着を伴わない施設という跡地利用の基本的方針があったが、地元利用地として小学校用地を追加し、都市基盤設備の整備を公団の関連公共施設整備比較的快制度により実施することで、地元財政負担の軽減を図るため、公団住宅は 受け入れられることになった。この間、計画案の再検討を余儀なくされたために、民誘地を除く大部分が長期にわたって未利用のままの状態にあったため、建築廃材やゴミの不法投棄が各所で散見されるなど跡地は次第に荒廃した様相を呈し1982年8月18日には殺人、死体域事件が発生するなど、 治安や防犯の問題が憂慮される事態に至っていたが、同年11月に、柏通信所返還国有地の処理についてが、国有財産中央審議会から答申され、これに基づき1983年12月に、都市計画が決定、1984年3月、土地区画整理事業が公示された。 同年3月30日から1990年11月にかけて、柏市大技中豊二浦元山の全域と、大十四二時南崎山の一部11月1日に、流山市大技、小牧新殿寺南大中、阿佐南大東から、柏市に編入され、柏市大技、小牧新殿寺南大中、阿佐南大東となり、1970年2月10日に、 大技14日南崎山に編入されているにおいて、柏通信所跡と地区画整理事業が行われ、事業完了4ヶ月後の3月24日に、柏の8丁目から6丁目に、町名変更が行われた。柏市の市街地は住居表示地域が多いが、柏の8丁目から6丁目は、地盤整理が行われている。その後も首都圏新都市鉄道つくばエクスプレスが、 隣接する若芝を通過することとなり、2005年8月24日のつくばエクスプレス開業と同時に、若芝に柏の葉キャンパス駅が開業する。現在では、柏の葉の名称は、柏の8丁目から6丁目だけでなく、柏の葉キャンパス駅周辺を指した広義的な地域名のようにも使用され、隣接する若芝、14に中豊二、摩擦ラジで行われている。 柏北部中央地区一体型特定土地区各整理事業区域では、柏の葉国際キャンパスタウンの建設が行われている。先行して整備された千葉県立柏の葉公園より、柏の葉公園の名称の由来は、柏の木が厳しい冬を越えて、新芽が出るまでの間、前の葉が落ちずに居続けることにちなんだもので、1985年時に柏市立、 田中北小学校の教頭であった斎藤博隆によって命名された2018年10月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。